第1位、坂井宣昭選手、スキアホール所属。男子組第1位、坂井宣昭選手には、北海道文化放送代表取締役社長、新倉博正より、USB 杯としてトロフィーが、また、2位から6位の選手には、盾が授与されます。第1位、坂井宣昭選手です。第2位、伊藤大輝選手です。第3位、平瀬明選手です。第4位、内本翔平選手です。第5位、竹内拓選手です。第6位、奥岡拓也選手です。報道関係の方は撮影を行ってください。会場の皆様、盛大な拍手をお願いいたします。引き続き男子組に最強副賞賞を発表いたします。名前を呼ばれた選手は前へお進みください。